はい、どうもダッセルです。今回ですね、PS4版の、PUBG が出たということで、PS4版の PUBG やっていきたいと思います。それでですね、なんだっけ？そうだ、PS4 版キット。非売品のですね、この PS4 版キットっていうのが、いただきまして。これの中身がですね、こんな、待って、最初のなんか、この、これを取ると、これが出てきまして、で、これが、開きまして、はい、ここに、アウトナウオン PS4 ってなってて PUBG でなんか1枚目がこうやって取れるんですけど、この中に開発チームよりご挨拶とかこうやってなんかイラストってかなんていうんだこういうの、はい、入ってたり、ほらほらほらイントロとかなんか、あとゲーム内のチップスが入ってるんですよね。これサバイバルのコツ基本編とかって感じで、これが1枚目です。で、次が、なんと、はい、マップです。マップ。これ、最初が、ミラマーと、これミラマーですね。ミラマーのマップで、裏面がエランゲルになってまして、で、次がですよ、サノック。で、裏面が、はい、PUBG ってなってまして、で、その次はですね、こうやってなんか、ルート、ランド、落ちた、サバイブってなってまして、この裏面が、ほら、めっちゃかっこいい、なんか、グラフィックになってます。っていう感じで、で、さらに最後に、はい、こうやって、あ、バトル、ワースウィニングって書いてあって、ほら、これバッジがあるんですよ、これ。見えます？これ。バッチ100分の1ドンカツで、裏面がコードとか書いてあります。で、これメダルですね。こんなメダルが入ってまして、これなんて書いてあるんだな、 This is Battle Royale で、裏面がウィナーウィナーチキンディナー、勝った勝った今夜はドンカツだのあれですね、英語版っていう感じの内容になってまして、すごく PUBG ファンにはありがたい、かっこいい内容になってますっていう自慢。この PS4 版 PUBG なんですけれども、あの2018年12月7日に、ダウンロード版がリリースされたばっかりです。でですね、今度は2019年1月17日に、パッケージ版が販売されることが、決定されましたということで、皆さんぜひぜひやってみてください。私は今から始めます。PS4 版 PUBG。PS4 版の PUBG なんですけども、こんな感じで、デュアルショックコントローラーでは、なんかめっちゃ銃声うるさいですけど、こんな感じで、まあ、結構、普通の FPS と同じような操作感ではあるんですけれども、PUBG 自体ね、結構、多くの、なんだろう、操作があるゲームでして、で、それをやっぱデュアルショックコントローラーでやるってなると結構複雑になってはくるんですけど、まあその分ね、プレイすればするほどどんどん操作が上手くなってって、実力が向上していくっていう伸びしろが多いっていうことでもあるので、まあ、ぜひぜひ皆さん、プレイしてみて、どんどん上手くなってください。自分も最初戸惑いましたけど、まあちょっとプレイしたら、ある程度、うまく操作はできるようになってきました。こんな感じですね。発射モード切り替え左だとか、回復アイテム下切り替えで、あ、回復アイテム塩ホールドで、下でホールドできるみたいですね。あと、グレネード投擲切り替えとか、そう、エイム中、そう、リーンがあるんですよね。これ L3、L3、R3 で、そう、ADS 中、ADS ってか、エイム中に L3、R3 とか押すと、リーンができるので、これ結構重要なんで、皆さんぜひ、使っていってください。まあ、あとは、だいたいわかるかなって感じかな。あと、一人称の切り替えが R1 とかなんですよね。こんな感じです。さあさあ、始めました。初プレイです、これ。マップはサノックですね。どこ行きますか、これ。パラリかな？パラリだな。パラダイスリゾート。行くぜ！
さあどうだ、これどんぐらい早いんだこれ。結構早めに降りるのが正解なはずだけど、そうだ、こうやってこうやってこうやってね、こうやってね行くのがね今はね早いんですよね。よいしょよいしょよいしょ。でだいぶ早いでしょこれ。あんまいねえ、あんまいない気がする。周り見渡してみるか。でちょっと苦手だな、周り見渡すのが。あー結構いるな、だいぶ最初の方におりましたねこれ。ちょっと待って、あ、ハンドガン。あ、ミリタリーバックパック。いやこんなハンドガンじゃちょっと厳しいぞ。早速なんか敵撃ってるぞ、外いるぞいるぞ。待ってくれ待ってくれ、悪い子じゃないよ。あ、痛い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 、悪い子じゃないよ。いやちくり、いやちくり、いきなり体力がないんですが、いきなり体力ないんですが、うまい人多くない？これ。いきなりなんかうまい人と会ったぞ。怖っ。いや、ショットが難しいだろうな。回復、回復、ある、回復ある。ちょっと、コントローラーでのエイムに自信がないニキ。なんですが。これどうやって使うんだ、回復。丸。なんか素早く回復使う方法ありそうだよな。確認するの忘れてた。一応練習場で一回見たんですけど、軽く。一応ここにリロードしとくか。あれ？あ、つけてないんだな、これ。おい、SMG でもいい気がするな、これ。でもやっぱり安心と信頼の武器にいきましょう。でね、これアタッチメントを装備しましょう。AKM だな。あ、間違って捨てちゃった。あ、いいんだいいんだ、合ってる。あ、いや捨てたい。捨てる。で弾がないっすね結局。マップ、結構範囲は大丈夫。トンプソンの弾ならあるんだよな。これ飲みたいっすね。ああ、さっき撃ってきた敵だ。あれ強いぜ、絶対。来るか？来ない？ちょっと待って。使いたい。バレてる？いや、バレてないな。うわ、行っちゃったか、あっち。意外とこの辺安全だな。右にいそうですよねこれ絶対。ん？絶対いる絶対いる。絶対いるよこれ。攻める。
け。痛すぎる。回復ください、回復。あ、痛すぎる。ショットガンいらないかな。拾って拾って、416と交換しよう。で556拾っとき、ヘルメット拾っとき、これやばくね。あー、やべ、やっちまった、危ね。めっちゃ壁に当たった。危な。回復重たい、持っとくか。一応弾も556いっぱいあるし。あ、 QBU か。だから AKM 扱い難しいだろうから、 QBU と交換しますか。で、これもう上の方に行きましょう、先。じゃないと、ドンカツは、厳しいかも。いやー、でも、スナイパーに狙われそう。坂がきつい。やばいやばい。危ねえ危ねえ。ちょ、待って待って待って。エイムが開始できない。もう完全に初心者な、これ。拾えっかな、これ。ドリンク飲んでる暇あるか。ここにいるんだよな。あ、やばい、 M24 の人うまいぞ、絶対。車線切っといて回復しましょう、先に。あっち、色気と地味になかったんだな、あまり。いや、使い切る前に終わるか、これ。ケツ側。いや、あれはちょっと怖いな、あの人は。残り5人。いや、どう来るかな。嫌な、走っとくか。あそこいないんだ。
残り敵2人、あ、いるいるいる。ラストワン、あっちの方のはず。バレてんな。ぐるっと回りましょうか。え、どこ行った？え？わからん。オッケー、しゃあ、おお、いやマジで危なかった今。初プレイ初ドンカツです。みんな上手くない？めっちゃもうなんかエイムがクソすぎて、自分がエイムがほんとひどすぎて、もうなんか立ち回りだけでどうにかしたって感じ。おお、いやなんとかなりましたね。ドンカツですよ、これが、PUBG の一応歴戦のプレイヤーの力ですよ。一応ね。はい。あー、気持ちよかった。いやー、もうほんと一時はどうなることかと思いましたけどね。なんとかね、今までの経験を生かして立ち回りで、なんとか同化することができてよかったです、ほんと。エイムがひどすぎましたけど。まあ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 、でも。やっぱりね、あの PSO 版 PUBG、とってもその、なんだ、もう PUBG の面白さフルで、発揮しているゲームだと思いますので、まあ皆さんぜひ、このバトルロワイヤルを、バトルロワイヤルの楽しみを、ちょっと興奮してて、何言っていいかわかんねえ。バトルロワイヤルね、楽しんでください。はい、最後にですね、2018年12月7日に、PUBG ダウンロード版が、発売されました、PSO 版ね。で、2019年1月17日にパッケージ版も発売されるので、ぜひぜひ皆様、買ってプレイしてみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。